お手柔らかにお願いしますね。おっと、穏やかじゃありませんね。暑くなったおかげで隙だらけですよ。どこまで行くんですか？皆さん元気ですね。マイペースマイペースっと。帰りは向かいの車を呼んでもらえますか？やっぱり負けるのは納得いかないです。そこどう、こんなもんで。はい、深呼吸。体も温まってきましたよ。私の全力お見せしますよ。でまだ半分くらいなんですけど。やっちゃいました。舐めた真似を。割と平気ですのでお構いなく。このままだとまずいですね。急がば回れですよ。いやー、季節感台無し。もう少し TPO をわきまえた服装を選んでもらいたいものですね。それにしても男の人ってどうしてこういう服を着た女の子にやたらと歓声を上げるんでしょう。手当たり次第に肌を見せる女の子ってなんか安っぽい感じがすると思うんですけど、お色気路線でのアプローチはビジネスの範囲内ならある程度 OK のつもりですが、さすがに限度を超えたり本気になって来られたりした時はあらゆる手段で撃退させてもらいますよ。うん、いい感じですね。悪くないです。私がこんな格好してまで頑張ってるんですから、お姉はどんな頑張りを見せてくれるのやら。私は基本皆さんにお任せですので、よろしく。入手先は内緒です。この前お話ししたことの口止め料だと思ってくれるとありがたいです。こういう時お姉と誕生日が同じなのが少しもやっと。いや、何でもないです。準備はできましたか？お疲れ様です。怪我とかは大丈夫でしたか？よし、行くか。戻ってきたぞ。多少は役に立ってやるよ。お、やるか？隙だらけだぞ。行くか。いい感じだな。体、冷えてないか？任せて間違いなかっただろ。くそ、こんなところで。ありゃ、追撃行くぞ。逃げんな。ちょっと楽しくなってきたな。さてどうなるか。ここだな。これで決める。悪い。いった。この程度。今のうちに深呼吸しとくか。動いてる方がマシだ。ちょっと楽になった。こういう服を着るのはあまり慣れてないんだが、まあみんなからも勧められたことだし、トライしてみることにするよ。エイは嫌いじゃないぞ。サメの親戚みたいなものだからな。エイヒレとかうまいよな。マヨと一味で食うと映画のお供に最高だ。サメはいつだって大事なことを教えてくれる。名前にサメってついてるけど、サメじゃない魚って多いんだ。名前と見た目に惑わされるなってことだ。一つ学んだな。結果が出たのはいいことだ。進化とは何を指してるんだ？任せろ。その辺で拾ったんだ。いるならやるよ。ほら、誕生日プレゼント。そうだな、みんなで食える菓子がいい。個包装だと最高だな。団地の子供連中と気軽に食えるし。それじゃあ留守番よろしく。家に着くまでが宝探しだから、最後まで気を緩めないでね。言っとくけど手加減はしないからね。似合わないことするからこんなことになるんじゃん。なんとかなった。みんなまだまだいけるよね。ここが正念場だよ。足元気をつけてね。はあ、やっと終わった。やっぱ柄にでもないことをするもんじゃないって。てい、落ち着いて切り込む。踏み込むよ。これでどうだ。無駄無駄、私を止められると思うなよ。この格好でダウンはさすがに恥ずかしいね。いや、あのね、大丈夫、問題ないよ。ちょっと時間押してるよ。助かった。勝っても負けても後悔しない勝負がしたいけど、負けたら悔しいものは悔しい、それは当然で、その敗北を踏み台に次の勝負で勝った時は最高だよね。都会への憧れね。特に嫌いってわけじゃないけど、大体のものはこの村にいても揃っちゃうから、別に不便を感じたことはないかな。遊びには行ってみたいと思うけどね。
朝から夜までゲーム三昧みたいな休日の過ごし方一回やってみたいんだよね。今度みんなに提案してみようかな。まだまだ、このミオンさんに秘められた力はこんなものじゃないよ。この自由自在な動きをご覧あれ。おーし、気合い入れて頑張ろう。ん、こいつが欲しいのかい。わかったわかった、はいどうぞ。いやー、新人も増えて誕生日の盛り上がり方も派手になってきたね。ほんと、あんたたちといると退屈しないよ。ありがとう。